中岡の挑戦、うん、やってみようよ。これだ。何挑戦してくんの？もうカッコに答え入ってるかな。坂本の得意分野で勝ちたい。うん、ぜひ。ないよ、得意なもんなんて。誰？坂本？僕。なんもないさ。お前ペラすごいね。ゴミさ。ゴミゴミ。この前、うん、やったでしょ、アマングアース。はい。あの時もさ、僕聞き返したんだこの前、うん。5人でやったじゃん。やったね。みんなで坂ちゃんガース。はい、うん。聞き返したんだ、うん、僕言ってことペラペラだなと思って。中身ないの。でもそのペラペラが、うん、俺ら綺麗に騙されるんだよ。騙されるも何もだって、なんだろうな、もう嘘くさくない僕の発言基本的に。そのね、嘘くささがね、うん、嘘くさすぎて逆に真実に聞こえるんだよ。あ、そうなんだ。ペラペラなところがまた。チップス見る、ぜひ。コネ毒、はい、チップス見る、見て。ごねて相手を言いまかすカードゲーム。そう、坂本の得意な分野な。って今までなかったの、カードゲームで。なかったんだ。ないでしょこんなの。知らない。でも新しいんだったらワンチャン商品化いくんじゃない。あり得るで。攻撃側と防御側に分かれてカードを引く。うん、攻撃側はクレームを入れる。そう、なんでもいい、内容、そのカードにお題が載ってるから、それっぽいことを、それを入れつつそれっぽいことを言ってクレーム。防御側はそれを否定する。うん、カードのテーマでしか発言できないか。そう、引いたカードのテーマでしか発言できない、うん、大きくね。なるほど。それしか言えないだったらもうそれしか言えなくなっちゃうから。採点は、採点は、うん、アンケート。あ、ジャッジがね、ぜひ外部にいるやつね。そうそう。あ、クレームを入れられる側か。そういうこと。あ、わかった、意味がわかった。わかった。立場、自分のポジションの立場になって、そう、役割になって、そのカード引いたやつで対抗していくんだね。そういうこと。そういうこと。よくわかった、よくわかった。で、このカードの中にお題が載ってるから、はあ、それを2枚まで選べるから。あ、選ぶよ、うん、どれとどれを選ぶかな。蛍光灯。はい。掃除。うん。え、こういうのがありますよっていうところで。え、わかんない。じゃあこれで戻るを押してもらって、うん、もう選んだから、その2個のお題。あれ、あ、選び直そうと思えば選び直せるよ。はい。どれなんだっけ。バイト、バイトにする。なんでもいいよ別に、わかんないから。そう、こっちもね、選ぶやつ どれかわかんないから。戻るよ。うん。そしたら今度俺のカード選択。どれにする。そし、あ、選んでたら俺。まあどれにしようかな、もうクソもないんだけどさ。もうカード2個でいいや。臭いと。あ。へえ、わかったぞ。君は臭いとトイレでクレームを入れてくるんだな。クレーム、お店に対する。僕はどうやってバイトと蛍光灯でそれ対処すればいいんだよ。そこをカードの選んだのが重要になってくるわけ。圧倒的防御不利じゃない。対抗できねえよそれ。それを考えるのが、うん、このゲーム。お前楽すぎないか。トイレと臭いでクレーム入れんの。もしかしたら攻撃側もわけわかんないカードがあるかもしれないから。なるほどな、うん、引きも重要か。そういうことよ。どれ、バトル開始。まあトークバトルだからな。キンってことも俺が好きなよう言っていいんだよ。180秒、うん、まずね、お宅のお店トイレがね、ものすごいね、汚いの、うん、どうしようもなく汚くて、もうトイレしたいのに入れないの。どうしてくれんのよ。え。まあ一応もう言い分他にありますか。あとね、トイレはもう汚くていいんだけど、お宅の店長さん、もう臭くて臭くてたまらないの。品出しとかしている時もね、もう臭くて近くに寄りたくないから、お宅の店で買い物したくないの。まあまずさ、はい、君さ、はい、僕の店にさ、うん、トイレしに来たの。まず何しに来たのか言ってみそ。買い物よ。買い物しに来たのに、とりあえずトイレの臭さにクレームつけてる時点で、お前は客かっていうところはこっちの名分にあるよな。そこ答えてみるよ、まず。いつも買い物してるでしょ、毎日って。あんな、こっちのバイトはトイレ掃除として雇ってないんです。じゃあお前バイトとしてトイレ掃除やってられんのか。じゃあお前時給30円で今日からトイレ掃除できんのかよ。最低賃金ぐらいよこしてよ。いや関係ないし、トイレ臭いというお前のクレームの対象に30円もかけてるやるだけ、こっちのお金出してやってんだから、ありがたく思ってくれなきゃな。でもトイレはちゃんとした一環のサービスとして、お店として用意するべきでしょ。
え、それ一理あるかもしんないけど、じゃあこっちの言い分も聞いてもらおうか。さっきさ、はい、蛍光灯がさ、切れてたんだよ、店の中のな。その蛍光灯が切れてるから、うん、バイトにその蛍光灯を取り替えさせてたんだよ。わかる？はい。トイレを掃除するのと、蛍光灯を取り替えるの、どっちが店のために利益になるかって考えると、蛍光灯を取り替えないと、店内が暗くなって、そこで子供が転んで怪我をしたら、お前はその賠償金を払えるんですか？そこはお店でどうにかする問題です。だからバイトの数は限られてるでしょ。で、蛍光灯を変えるバイトは2人必要だよね。危ないよね。1人で脚立登ったら下で脚立を押さえる人がいないと労災が発生する可能性がありますよね。はい、いや、バイトにそのバイト2人がなければすぐさまトイレを清掃してあなたに綺麗なトイレを提供することも可能なんですよ。しかしその時に蛍光灯が切れていたという一大事件が発生してたため、やむを得ずバイト2人をそちらに配備していたんですが、はい、それに対してあなたはトイレが臭いという自分の、はい、自分の嗅覚だけの被害を訴えるということは理にかなってますか？そこは店長であるあんたがトイレ掃除しなさいよ。ちょっと待ってくださいよ現場監督がいないと、蛍光灯で万が一脚立から人が落ちた時に現場監督がいなければ責任問題にならないでしょう。誰が責任取るんですか？あなたでしょ。いや、自分でトイレを清掃するって思いないの？お客さんが、うん、またトイレ汚いトイレだよ。いや、だからお前は何しに来てんの？ここ公衆便所はねえんだよな。こっちは店なんだよね、はい、物売ってるね、はい、物を売ってる店で店内の照明が切れているったら、そっち行くでしょ、人人そっち起こすでしょ。間違ってますね、間違ってます。お客さん、お客さん第一の結構いける。なんだろう、結構いけるね。絶対俺間違ってないのにさ、全然言い返せねえの。だって蛍光灯がそのさ、うん、何も関係ねえ蛍光灯でよくそんな押してこれるよな。蛍光灯結構強いカードだったな。いけるなこれ。アンケート取ればいいんだ。そうね、どっち勝ったかで、まあまあいい。どっちがどっちが勝ったかでいいの。そうだな。まあ、二択か。うん。中岡か坂本か、ね、何で決めんだろうこれ。よく喋ってる方で決めるんだったら、それはただ喋ってればいいけど、うん、なんだろう、中の辻褄が合ってるとか、ちゃんと返せたとか、うん、そうそう、ちゃんとクレーマーを抑えてたとか、そういうところでやってくればいいのか、うん、純粋にこいつが嫌い好きとかじゃなくてそういうこと、うん、攻撃が防御側としてちゃんと言ってるかどうか。え、トイレ臭いで絶対勝ったと思ったんだけど。より重要な、やっぱりね、店内により重要な問題が発生している場合はトイレを清掃よりもそちらを優先しなければ、やっぱりね、店としてはね、便所じゃねえんだよ。やっぱりなんだそれ、トイレ行ってやれや。店の外にあるな。そう蛍光灯ゴリ押し強いな。防御してる側が強いんじゃん。そう、意外に防御だったらね、うん、何でも防御側が超強いかもしれない。攻撃ってこの選んだカードの攻撃ぐらいしか言いようがないかなって今。あ、そうだね、うん、それ以外は言えないもんね。そう、防御何でもありだもんね。次行くか。どうよ。あらまあ勝ったよな、なんか勝った気がしてたよ僕。